はい、本日はですね、買って良かったものを3月4月編のお話をしていきたいなというふうに思います。で、今回はですね、購入したもの全部ではなくて、まあ自分が使ってていいなって思うものトップ5で、ご紹介していきたいなというふうに思いますので、順番に順位から5、4、3、2、1っていう感じでいきたいなと思います。で、ちなみにですね、まあファッションがメインなんですけど、まあそれ以外のちょっと番外編っていうところでは、ファッション以外のものもご紹介していきたいなというふうに思いますし、何個か動画では紹介しないやつもあるので紹介していきたいなと思います。では第5位からいきたいなと思います。第5位はですね、まあ、今着てる服になってるんですけど、このジャケットではなくて中に着てるコーデュラの T シャツになっててですね、まあ、これ前回以前動画で紹介はしてるんですけども、コーデュラっていう生地を使ってるっていうことで、世界で一番最強の T シャツっていうご紹介はしてるんですけど、まあ、これがですね、思ってるより着心地が良くて、僕黒の無地 T ってこのコーデュラ T シャツとそれ以外にはユニクロの T シャツも購入してるんですけど、ユニクロのクルーネックも動画のために買ったとはいえ結構良かって、あ、これ結構いいなと思ったんですけど、やっぱり人間って自然とこう手に取るのって着心地のいいものであったりとか、あとまあ着やすいものって結構多分手に取りがちだと思うんですけど、どうしてもやっぱ年なのか、こうガシガシしてるものって気合い入れて、よし今日は着たろうと思わんとなかなか手に取らなかったりするので、まあそういう部分で言うと、まあこれは結構さらっと着れるので、まあその辺で着やすいかなというふうに思います。で、あとですね、まあこれはちょっと主婦ならではの目線なんかもしれないんですけど、僕結構洗濯とかするんですけど、洗濯した時に黒ってやっぱり他の服の繊維がついたり、あとバスタオルの繊維がついたりして、白いホコリが結構ついたりしやすいんですけど、そういうところで考えても、この T シャツはあんまりそういう繊維がつきにくかったりするので、他の綿 100% の T シャツは結構他白い繊維とかがついてですね、まあ、いちいちコロコロしやなあかんかったりとかするのがちょっと面倒くさかったりするんですけど、これはそんなに繊維つかないんで、もう普通に洗濯して干してそのまま着れちゃうの でなおかつ生地も丈夫やから、まあ、全然気にする要素が全くないので、まあ、これはまあ買ってよかったなというふうに思います。まあ、最初はですね、動画用に購入したっていう感じだったんですけど、まあ、実際着てみたら、結構これはいい感じやなというふうに思っているので、まあ、第5位かなというふうに思います。では次、第4位に行きたいなと思います。第4位もですね、動画を作るために購入したんですけども、これも意外と良かったっていうことで、第4位はノースフェイスのバーサタイルショーツになってます。こちらなんですけども、これもですね、本来はもう買う予定なかったんですけど、まあ比較動画とか作りたかったから、まあ購入したっていう感じにはなってるんですが、まあそれでも意外と良かったなっていう感じで、まあ何が良かったんかっていうと、めちゃくちゃやっぱ軽いんですよね。だからちょっとまあ今とかやったらゴールデンウィーク前で暖かくなってきてると思うので、まあこれから真夏とかで暑くなってきたら、まあ室内とかでも自宅でも全然履けると思いますし、もちろん外でも履けるっていう感じになってるので、まあこれは意外と良かったなっていう感じでは思ってます。やっぱりこれからどんどん暑くなってくると、分厚い生地の分厚いショーツってなかなか履きにくい感じもあったりすると思うんですけど、まあこれはそういうのがないのでさらっと履けるし、まあ濡れてもいいし何も気にせんでいいので、まあそういうところでは良かったかなと思います。まあただですね、まあ、これも動画では紹介してるんですけど、結構ホコリがつくので、まあ、その辺とかを考えると、まあ、上位には入ってこえへんかなっていうところで、今回は4位という感じになっております。まあ、まだですね、これ履いて外に行ってないですし、海とかでも使ってないので、まあ、まだわからないんですけど、まあ、これからどんどん使っていけば、もっとなんかいいとこがあったり悪いとこがあったりするかもしれないんですけど、今の段階では3月4月編では4位という感じになってます。では次、第3位ですね。第3位はですね、これは多分皆さんから共感得られないと思うんですけども、僕個人的な第3位になってますので、第3位はアウトレットで買ったアウターになってます。まあ、それがですねこちらになってるんですけど、まあ、これも動画では紹介してるんですけども、まあ、結構思ってる以上にですね受けが悪いっていう感じではあるんですけど、僕個人的には気に入ってるので、多分僕の動画で何回かこれ着用して撮影してるやつあると思うんですけど、まあ、それぐらい結構気に入ってて、何なんですかね、色味ってっていうのか形っていうのか、多分色も気に入ってるし形も気に入ってるし、でこの後ろの癖も気に入ってるので、結構僕は気に入ってるんですけど、まあなかなか理解は得られないという感じにはなっております。まあでも服装なんで、自分が好きな服とか自分が気に入る服とか自分がテンションが上がる服っていうのも大事だと思うので、まあ完全にこれはそういう感じの服になってるので、全然機能性とかは全くないんですけど、まあ着てたらまあ気分が上がるというか、まあ気に入ってるという一着になってます。まあ多分この辺は早送りされるので、これで3位は終わりにしたいなと思います。では次、第2位ですね。
第2位はですね、これも動画では紹介してて、これは動画のためというよりかは僕個人的に着てみたかったっていうことで買ったっていう感じになってるんですけど、第2位がフォースアベターのパックティーになってます。でこれがですね、結構着心地が良くて、結構洗濯とかも何回もしてるんですけど、洗濯しても、まあ、さらっとした着心地になってますし、よくT シャツとかって何回も洗濯したら結構硬くなってくるというかガシガシしてくるのってあると思うんですけど、まあ、この T シャツはコットン100でできてるのに、まあ、柔らかい質感が残ってるっていう感じになってるので、まあ、それもさっきの5位と一緒なんですけど、もう着るときにこう金のめんどくさい服とか金のしんどい服はやっぱ選ばなくなってきて、30のおっさんやからかもしれないんですけど、極力着やすいやつとか極力動きやすいやつとかで極力着心地のやつに手が伸びるので、まあ、どうしても白 T 着ようと思うとこれ結構選んでるので、まあ、これは購入してよかったなと思いますし、まあ、なんせ1枚2000円なので、まあ、あんまり気にせずにガンガン着れるっていう感じにはなってると思いますし、まあ、さらに白 T 1枚なんですけど、あんまり下着っぽくないというか、普通の白 T のトップスっていう感じで着れるので、まあ、生地も分厚いですし、まあ、その辺の詳しい話は紹介は動画ではしてるんですけど、まあ、2000円にしてはなかなかのクオリティやったなというところになってますので、まあ、これは買ってよかったなという感じになってます。まあ、白 T なんで何枚あっても多分いいと思いますし、まあ、変にもっと安いパック T っていっぱいあると思うんですけど、それ買って失敗するぐらいやったら、まあ、もうこれは間違いないなっていうのは今回分かったので、まあ、安定を求めたい方とかやったら、まあ、これはいいんじゃないかなと思います。まあ、冒険していろんなパック T 着たい方は別なんですけど、もう安牌な白 T って言われたら、まあ、これかなと今のところは思いますので、まあ、今回第2位という感じになってます。で次がですね、第1位に行く前に番外編っていうところのお話をしていきたいんですけども、番外編は2つとも動画で紹介はしてないんですけども、まず一つ目っていうのがですね、これ僕がですね、だいたい10年ぐらい前から愛用してるものになってて、動画で今まで紹介したことがあったかないかはちょっとわからないんですけど、まあ、ちょうどなくなったんで購入したっていうことになってて、それがシャンプーになってるんですけど、炭酸シャンプーになってて、もうこれはですね、僕が本当に大学生ぐらいから使ってるっていうことになってて、まあ、最初に使い始めたのが美容室行った時に、ヘッドスパってしてもらうと思うんですけど、まあ、その10年前に行ってた美容室もヘッドスパしてもらった時に、これめっちゃいいですよっていう風に勧められて、最初は美容室で買ったんですけど、その後アマゾンとかで買ったらアマゾンとかの方が安いので、もうそっからはアマゾンとかで購入してるっていう感じになってて、まあ、これ何がいいのかっていうと、炭酸なのでその頭皮にある油とかを炭酸の泡と一緒に取ってくれるんで、洗い終わった後めちゃくちゃさっぱりするんですよ、ね、なので僕は週に1回か2回はこれを使ってるっていう感じになってて、まあ、僕みたいな猫っ毛の人とかやったらそのシャンプーをしたら結構張りとか腰が出てくる感じになってたり、あとまあ人によったらなんかサラサラするようになったりするらしいんですけど、まあ、僕は結構僕の髪質には合ってるので髪の毛が生き返る感じしますし、まあ、何より頭皮の油ない感というかめっちゃ綺麗になってる感じっていうのがもう分かるので、まあ、これから先例えば汗かくことが多くなったりすると思うので、そういう特に男性の方とかやったらこういう炭酸シャンプーっていうのは週に1回か2回ぐらい使い張ったらめちゃくちゃさっぱりするので、まあおすすめかなというふうに思います。まあこれは普通に市販で売ってるやつなんですけど、 Amazon とかでもレビュー高いですし、僕自身もまあ10年ぐらい愛用してるっていう感じになってます。まあちなみに週に1回か2回にしてる理由っていうのが、なんでか僕もよくわからないんですけど、週5とか収録するのあんま良くないみたいなんで、まあ多分油の取りすぎも良くないっていうことやとは思うんですけど、まあ一応週1、2っていう感じではやってます。まあ今までとかやったらジムが休みの日が週1回あったんで、その時に使ってたんですけど、まあちょうどなくなったんで購入したっていう感じになってます。で次の番外編2つ目っていうのがですね、まあ、なんでこの時期に購入してんねんっていう話なんですが、まあ、そのアイテムっていうのがモンベルのインナーダウンっていうことになってて、こちらにあるんですけども、まあ、この時期に買った理由っていうのが、別にこの時期じゃなくても全然良かったんですけど、このインナーダウンを使って比較動画っていうのをこの冬2020年の冬に撮りたいなと思ってて、でも今年の秋か冬には買おうとは思ってたんですけど、たまたまインターネット見てセレクトショップ見てたらセールにかかってて 30% オフで買えたんで購入したっていうことになっててですね、基本的にこのモンベルのインナーダウンの黒ってすぐ完売しちゃうので、セールにかかる前に直営店やったら終わっちゃうんですけど、まあ、今回そのお店ではたまたまセールかかってたっていうことで、どうせ今年の冬買うし、もうこんなん全然毎年同じもん出てるから、今年も多分おそらく同じやつ出るやろうから、まあ、これで動画撮れるなと思って、まあ、購入したっていう感じにはなってます。まあ、なのでこれの詳細とかはまた別動画今年の秋か冬ぐらいに出すと思うんですけど、まあ、ちょっと前もって購入しといたっていう感じにはなってますので、だいたい1万2000円ぐらいのやつが8300円ぐらいで購入できたってことで、まあ、2500円ぐらい安く買えたっていう感じにはなってます。なので、まあ、買えてよかったというか安く買えてよかったっていう感じになってます。では最後1位に行きたいなと思います。
ではですね、僕が購入したアイテムで3月4月一番良かったアイテムっていうのがですね、まあ多分これはもうお気づきの方もいらっしゃるかなと思うんですけども、昨日動画でアップロードしたバギーズショーツっていうことになってて、まあこちらなんですけども、まあこれがなんで良かったのかっていうと、そもそもバギーズショーツ自体が僕めちゃくちゃ気に入ってるっていうのもそうですけど、さらにこの色自体がもう今年見た中で一番いい色やなと思ってたんで、商品自体もいいしカラーも同タイプやったっていうことなんで、まあ今回1位という感じにはなってます。これもしかしたら2020年買って良かったものランキングでもトップ10に入ってくるんちゃうかっていうぐらい、まあ僕は気に入ってるので、まあ買えて良かったかなというふうに思います。まあちなみにこれに関してはですね、もういろんな動画で僕今まで喋ったりしてるので、まあこれの良さとかっていうのはもう割愛するんですけども、まあ僕はこれ去年から吐き出して今年新しく買ったっていうことなんですけど、まあこれを購入できたおかげで、もう寝巻きの半ズボンを全部処分して、この2着で去年は寝巻きにもしてたし私服にもしてたっていう感じにはなってるので、まあ、もう使う前からめちゃくちゃ絶対使うアイテムやなと思って購入してるっていうことになってて、まあ、それが1位の理由ということになってます。まあ、以上が僕のランキングという感じになってました。はい、ということになってですね、まあ、今回3月と4月を一緒くたにしたっていうことになってて、まあ、他にも購入したアイテムっていろいろあったりするんですけど、まあ、あくまで動画用で購入したりとかしてる部分もあったりで、買ったけど思ってるのとちょっと違うかったなっていうのもあったりしてたんですけど、まあ、一応今回のランキングは、まあ、こんな感じになってて、来月5月は多分購入品ちょっと結構あると思うので、まあ、5月で買ってよかったものっていうのをまた出すと思いますので、また来月末ぐらいに買ってよかったものシリーズを出したいなと思います。ではですね、本日はですね、買って良かったもの3月4月編という動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。